皆さんこんにちは。響の所属声優が YouTube でお送りしている響スタイル、今日の担当は森島修太と伊藤正弘です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、はい、最近ね、はい、暑いですね。めちゃめちゃ暑いですよ。ようやく梅雨明けたと思ったらさ、もう突き刺す太陽で、突き刺す太陽です。だからもう今日もね、もう少年のように虫かごザリガニ取る。ザリガニなんだ、こっちなんだ。ザリガニ取る。これでザリガニ。さあ、今回の企画なんですが、はい、第2回メンズ最弱王決定戦でございます。なんとですね、恐怖の企画が第2回を迎えてしまったと。なるほど。いうことでございます。はい。何かと言いますと、うん、響のメンズたちが対決をしていって、最強ではなく最弱を決めようという大会になってます。はい、最弱。はい。で、前回はね、テレビゲームで対決をしてきました。はい。で、今回の大会は実際にアナログゲームとか、ボードゲームで勝敗を決めていこうかなという大会になってます。でね。はい。今までもう3回やってるみたいなの。そうなんですよ。今回で4戦目なんですよ。1回目の予選が真野くんとヒュースケ、はい、で真野くんが負けた、うん、2戦目がヒュースケと前田くん、はい、でヒュースケが負けました。おそして、はい、注目の第3戦が真野くんと伊藤くん。どっち勝ったの？伊藤が勝ちました。ということはもう真野くんリーチです。真野くんじゃないですか、ね、今回は。てかむしろ、うん、もう真野くんになると思ってて、うん、今回から真野匠むしろ、うん、わざと負けてる説を、ああそういう仮説を提唱するということ。提唱したい。なるほどね。もしかしたらうちらが入る前に早く来てスタッフさんと打ち合わせしてるかもしれない。あ、でここで絶対ミスるようにっていう動きをしてる。ここで負けて。なるほどね。よほど来たいんだと思う。そうだよね。名前入ってるね。名前そう。匠って入ってる。匠だから彼かも。そんなこともあるかもしれない。さあ、今回のですね、はい、大会でですね、くじで対決内容が決定します。くじで。はい。で、はい、ここから3つの対決をやっていって、先に2勝した方の勝利となります。よっしゃ。はい。じゃあね、今から僕と伊藤くんどっちが弱いのか決めていこうじゃないですか。よいしょ。それではやっていきましょう。うわっ。響スタイル。さあ、ここに今くじ引きのボックスがあります。はい。ちょっと新しめだね。そうか。破損率が少ない。どこ気になってるんですか。いきます。じゃんけんします。そうする？考えてやろ。考えてやろ。今打ち合わせしたのに。思いっきり忘れてた。じゃんけんで勝った方がくじを引いて、全然どっちでもいいですけど。いやいや、せっかくなら。どうせ負けるもんね、俺。いやいやいや、どんな弱気なんですか。マジに特に勝てないんだよな。わかんないですよ。最初はグー、じゃんけん、パイッ。じゃあ、引きまーす。はい。はい、はい、はい。マジもう。ちょっと隅っこのやつ取ってみようかな。これ勝ち筋どうやっていくんだろう。お、え、何？水中グラスコイン落とし。さあ、それでは早速始めていきましょう、はい、こっから投げるってことですよね。そう、1銭となるの1円。これ意外と難しそうですね。1銭となるの1円ね、ね、そうね。そうね、意外と難しいよね。そうね。じゃあ、ちょっと先行行ってもらっていいですか。いきます。はいはい。でも危ない。枠。じゃあ高校いきます。ほら入んないってこれ。ちなみにこれ1円はですね、はい、回収セルフらしいです。失礼します。びしょびしょに。あ、大丈夫。あ、はい、どうぞ。 ありがとうございます。2投目森島さんからいきますか。俺から？外したのに。俺から？でも感覚があるうちにいきますよ。はい。おおお。でも PK だから任せろー。決めたい。いや、決める。伊藤君に初めて勝った。はい、ということで1戦目は森島の勝利でございます。
じゃあ次行きますか、はい、2戦目行きますか。どうぞ。じゃあ今度俺が行きますね、はい、お願いします。いやマジオセロとかマジやりたくないんだよな。いやオセロでもいい。絶対俺伊藤くんに負けるもん。本当ですか。うん、いやもうなんかあれあれおって字が見えたおって字が見えたオセロオセロじゃあうわやっていきますか。はい、ね、分かりましたそれではいきましょう。さあそれでは第2戦オセロでございます。オセロ、はい、どっちがどっち行く。じゃあ今服装 が白黒黒黒だから白黒でいきますか。オッケー、最初グッジャッケンポイ。うわジャッケン勝てねいきます。でんでん、これさどうやっていけばいいんだろうね。でんでん、何うん、うん、さあ四隅が残ったまあそうですよね。そうね。さて考えよう。なんかやばいかもしれないこれどうすんだ積んでるかもしれない。いや、分からん。なんかじわじわと来てるじわじわ来てる気がすんだよな。あーやめてこうなるってことだよね。面白いじゃん。いけた。いけた。置けた。黒。黒。これは、これは明らかに、明らかに白だよね。明らかに白だ。勝ちました。森島さんの勝ち。響きスタイル。ということで、はい、これはもう僕が最弱にはならない可能性が出てきた。あ、そっか。2敗しないとってことか。そう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 。ってことは森島さんも1敗だから。で、マド君確定じゃん。そうじゃない、だって伊藤もこれで1敗でしょ。うん、確定だ。確定だ。あ、お疲れマド君ということになった。そういうことか、ね、なるほどね。お膳立てしちゃいましたね。やべえ、やっちまった。アシスト、うん、マド君いないとこで決まるでもそのね、真野くんとかヒュースケとか前田くんと一緒に、はい、なんと今度は女性たちとも一緒にイベントをやることが決まったんですよ。合同イベント、はい、11月21日に、はい、響きの、男性女性すべて合同でのなんかもう、ね、ごちゃ混ぜのイベント。ごちゃ混ぜ初のですよね。そうそう、初なんでちょっと楽しみなんですけど、はい、なんと、はい、伊藤くんとヒュースケとそしてAY パークさんが曲を作ってる、ね、曲を作って僕とヒュースケで、作曲で AY パークさんが、うん、あの AY パークさんが作詞をしてくださるということです。なるほど。ということでその曲もきっとイベントで披露されるという、そうですね、ことなのかな。はい、皆さんね楽しみに待っていてください。お願いします。ぜひねイベントの方も遊びに来ていただけたら、もしくは配信もやってるのかな、なので、うん、遠方の方は配信でぜひ見ていただければと思いますので、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。そしてテレビアニメ、うん、僕たちのリメイク、うん、橋場恭役で出演しております、ただいま絶賛放送中なのでぜひぜひご覧くださいませ。お願いします。
さあというわけで今日はここまででございます、はい、このチャンネルの動画は響きの誰かがどんどん更新していきますのでぜひ気に入ったらチャンネル登録をお願いします。お願いします。以上今日の探偵を担当名探偵今日の探偵は森島と伊藤でした。ありがとうございました。強かった。うわもう探偵って最後言っちゃったよ。だからもう探偵って言っちゃった。探偵。